こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では検証動画という形でですね、ユニクロのある商品をピックアップしてみたいなと思っています。ユニクロというと僕らの中では休日に着る服を買うイメージがあると思うんですね。ただですね、ユニクロはビジネスシーンで活躍できるようなアイテムもいくつか置いてあるんですね。例えばスーツですとかシャツですとかネクタイ、ベルトみたいなものが置いてあるんですね。まあ、実際ですね、カジュアルなものを使うことが多いんですけども、仕事で使う様々なアイテムをユニクロで選ぶという感覚が僕の中ではあんまりないんですね。こういったものはちょっと価格を上げて良いものを買った方がやはり仕事ではバリッと見せられるかなというイメージがあるので、今まで手を出してこなかったんですね。ですが YouTube でいろいろと商品を紹介する中で、やっぱり一度はですね、ビジネス系のアイテムにも触れた方がいいかなということで、今回は検証してみたいなと思っています。今回取り上げるのはユニクロのビジネスシャツですね。まあ、なぜこれを取り上げたのかと言いますと、シャツって実はサイズ選びがすごく難しいんですね。というのも、胴体のフィット感、そして首周りのフィット感、袖丈ですとか、こういったところがしっかりと合うものって実は探すのが難しいんですね。きっとですね、この動画を見ている方の中でもシャツのサイズ選びにすごく苦戦されている方もいらっしゃるのかなと思っています。その点ユニクロはですね、かなりサイズのバリエーションが多いんですね。特にですね、ユニクロのオーダーメイド感覚で選ぶビジネスシャツというものがありまして、これに関してはかなりサイズのバリエーションが広いので、この中から選ぶことで自分の体にフィットしつつデザインも良かったら、これは仕事でも使えるんじゃないのかなと思って、実際にこれを買ってですね、検証してみたいなというのが今回の動画になります。まずはですね、ユニクロのサイトを実際に見ながら、どのように注文していくのかっていうところをですね、皆さんと一緒にシェアをしてみたいなと思っています。はい、ということでここからは実際にユニクロのサイトの方を見ながらですね、進めていきたいと思います。今ですね、トップページを見ているんですが、この中でメニューを選択をします。そしてトップスというジャンルの中からですね、ありますね、オーダーメイド感覚で選ぶビジネスシャツというものがあるので、こちらをクリックしてみたいと思います。そうするとですね、まず商品ラインナップ2つありまして、スーパーノンアイロンシャツ、これも結構評判がいいので今後レビューしてみたいと思うんですが、今回は2つ目のですね、ファインクロスシャツということで、シャツの素材感にこだわったものを注文してみたいなと思っています。クリックをしますね。はい、そしてこの商品を選ぶを押してみます。はい、そうするとですね、まずはフィット感を選ぶことができるんですね。レギュラーとスリムという2つがあるんですが、僕はこれスリムが断然おすすめかなと思います。これはなぜかと言いますと、今僕のようにですね、上にジャケットを着ていれば体のフィット感ってあんまり見えないと思うんですよ。例えばこの下にシャツを着てたとしても、身幅がどれぐらいフィットしてるのかが見えないんですが、最近はクールビズでシャツ1枚で着ることが多くなりましたよね。そうするとシャツが主役になるので、そこのフィット感があるかどうかで全然見栄えが変わるんですね。ですので、なるべく体に沿ったスリムフィットを選ぶと良いのかなと思います。続いて襟の形を選ぶというところなんですが、ここが僕はすごく気に入っているんですね。僕はユニクロというとレギュラーカラーですとかボタンダウンのイメージが強くて、他の襟型を選べないイメージがあったんですね。ところがですね、最近はカッタウェイという襟型があるんですね。これはどういうものなのかというと、イタリアのシャツに多いんですが、この襟の第一ボタンを閉めた時の角度が180度ぐらいになっていまして、結構襟の開きは大きいものになるんですね。これはですね、ネクタイをするようなシャツというよりは、第一ボタンを開けてその時にこう襟の広がりが綺麗なシャツになるんですね。特にノーネクタイ、ビジネスカジュアルの場面でめちゃくちゃ活用する襟の形なので、これを今回は選んでみると良いかなと思っています。で、色に関しては白と無地のブルーというのがあるんですが、正直ブルーといってもいろんな色味があって、この色のトーンによって高級感って結構見分けがつきやすいかなと思うので、ここはあえて白を選択した方が良いのかなというふうに思っています。で、5つ目サイズなんですね。このサイズの選び方には3つのバリエーションがあるんですが、お店で採寸するっていうのと、自分で採寸する、採寸せずにサイズ選ぶというのがあるんですが、まずお店で採寸するっていうのは結構難しいなと思っています。これはいろんなレビューがもうすでにインターネット上にはあって、これはお店によって店員さんによって測り方がまちまちなので、正確な数字がなかなか弾き出せないかなという心配があるんですね。ユニクロの中にもですね、パートの方ですとかアルバイトの方で
ですとか、まあ、社員の方ですとかいろんな方がいらっしゃるんですが、その方の熟練度によって全然数値は変わってくるので、正直ここはちょっとまだ不安があるのかなと思っています。で、自分で採寸することもできるんですが、まあ、今回は採寸せずにサイズを選ぶというところを選びたいなと思っています。そうするとですね、このように、まあ、いくつか項目が出てくるんですが、まずは胴体のフィット感を選ぶんですね。僕の場合はですね、まあ、いつも S サイズを選んでます。 S から XL まであるんですが S を選びます。ここがですね、胴体のサイズ XS があったらなお安心だったかなと思うんですが、今回は S を選びました。一番これが最初になります。で、次首回りなんですけども、これは僕は通常ですね36とか37を選ぶことが多いので、今回はですねなるべくタイトなものにしたいので36を選ぼうと思っています。続いてですね、雪丈という選択肢があるんですが、雪丈っていうのは首の付け根からこちらのシャツの袖の先までですね、ここまでの長さのことを雪丈と言うんですね。ここも選ぶことができるんですね。今回は、まあ、76.5、79、81.5、84という選択肢があるんですが、僕大体80センチ前後なので、ここは79センチを選びたいなと思っています。まあ、この首回りと雪丈に関しては、自分のサイズがなかなかわからない方が多いのかなと思いますので、まずはですね、自分で測ってみる、もしくは奥さんだとか、彼女さんですとかに測ってもらうのが良いのかなと思っています。これはですね、他の YouTube で測り方詳しく解説しているものいっぱいありますので、いくつかリンクをですね詳細欄に貼っておきますので、そちらを参考しながら測ってみると良いかなと思っています。もしくはですね、スーツカンパニーですとか鎌倉シャツですとか、このようなお店に実際に行って店員さんに測ってもらうといいかなと思います。まあ、実際に1枚は買っていただきたいと思うんですけど、首回りと雪丈測ってもらえますかとちゃんと伝えればですね、プロによる採寸がしっかりできますので、それをメモ帳にメモっておくと今後のシャツ選びもすごく楽になるかなと思いますので、必ず首回りと雪丈というのは自分自身の数値をですね把握することをお勧めしたいなと思っています。このような形で選択をしますと、自分の体に割と合ったシャツが届くのかなと思います。まあ、今回はもう実際に注文をして商品も届いていますので、これをですねこの後レビューをしてみたいなと思っています。はい、ということでこちらですね、もう手元に届いてますね。注文してから 2,3 日ぐらいで手元に届いたんですね。まあ、このスピード感がすごいところですよね。まあ、パッと見た感じですと、まあ、襟の感じもですねカットウェイといってかなり開きが大きいですね。生地の感じもですね、まあ、全然悪くないなと思いますね。値段3000円でこれぐらいの質感であれば全然問題がないのかなと思います。ちょっと開けてみますね。はい、ちょっとワクワクしますね。はい、どんな感じなのかなと思ってですね見てみると、質感やっぱりいいですね。なかなか上品な雰囲気に仕上がってます。せっかくなのでもうちょっと近くでお見せしたいなと思います。どうでしょうか。まあ、表面に軽い光沢感があって、滑らかな肌触りで、すごく感じとしては上品かなと思います。襟の角度も開きが結構グッと開いていて、ユニクロでこういったカットウェイのシャツがあったらいいなというのをですね、今から 3,4 年前からずっと思ってたんですが、最近は並んでるんですね。これはなかなか楽しみだなと思っています。あとはボタンなどのディティールですね。ここが安っぽいとシャツとしてはなかなか高級感が出ないんですが、まあ、決して高級感があるというわけではないですが、安っぽくも見えないので十分かなと思っています。パッと見ではですね期待できるような仕上がりかなと思ってるんですが、この後実際に着用しながらさらにレビューをしてみたいなと思っています。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。ちょっと一周回ってみたいと思いますね。はい、横からこんな感じです。後ろはこんな感じです。はい、こんな感じで仕上がっています。まず全体的な感想なんですが、まあ概ねすごくよくできてるなと思います。これで3000っていうのはめちゃくちゃコストパフォーマンス高いなと感じました。その上でちょっと細かいところも見ていきたいと思うんですが、まずはサイズ感なんですが、かなりこちらはいい仕上がりなのかなと思っています。袖丈も長さはちょうどいいですし、袖口もですねボタンが2つついているので、手首の太さに合わせてしっかりと調整することができるかなと思います。まあ、袖の長さもいいですし、首もですね今回36を選んだので結構第一ボタンまで締めるとキツキツなんですが、まあ、この襟型ですと僕は第一ボタンを開けて着ることが多いので、ここは
全然問題ないかなと思っています。あと心配だったのが身幅のフィット感なんですね。サイズが S 感の展開だったので少し身幅が大きいんじゃないのかなと思ったんですが、そんなことは全然なくて結構ぴったりとしたフィット感になってるかなと思います。それはスリムフィットを選んだからというのもあると思うんですが、こちらも満足しています。着丈の長さもですね極端に長いことがないので、これをインした時にももたつきはそんなに出ないのかなというふうに感じています。まあ、サイズ感においてはほぼほぼオーダーに近いような形でぴったりのサイズに仕上がってるのかなというふうに感じています。結構これは満足してますね。続いて素材の質感なんですが、まあ、かなり滑らかで着ていてですね非常に気持ちがいいです。いろんな価格帯のシャツを着てきたんですが、結構高級なものと比べてもそこまで遜色がない肌触りかなと思いますね。これだったら直接肌に触れても全然嫌ではないですし、長い時間着ていてもストレスがないのかなと思っています。まあ、ストレッチも結構効いているのでね、これは非常に使い勝手がいいのかなというふうに感じています。で続いてデザインなんですが、今回は襟型カッタウェイというものを選んだんですね。実際に着てみるとですねかなり襟の開きが大きいですね。このようなカッタウェイ型の襟型のシャツというのは数年前に結構流行ったんですね。イタリアのシャツ専業ブランドであるバルバですとかフィナモレですとかオリアンのシャツというのはこういったカッタウェイ型のものが多くてですね、多くのおしゃれな大人の男性がこういったものをこぞって買っていたんですね。もちろん今でも人気があるんですけども、こういったユニクロのシャツでカッタウェイ型が出るというのはかなりですね僕の中では新鮮な感じがしました。ただですね今回のシャツというのは結構綺麗なビジネスシーンで着れるようなシャツなので、このようにカッタウェイ型ですとちょっとですねカジュアルになりすぎるかなというふうに感じました。例えばストライプ柄ですとかギンガムシャツですとかカラーシャツですとか、少しカジュアルなものでカッタウェイの襟型だとハマりがいいかなと思うんですが、こういった結構ですねビジネスシーンでバリバリ着るようなきれいめなシャツにカッタウェイだと少し違和感があるのかなというふうに感じています。カッタウェイよりももう少しですね襟の開きが狭いですねワイドカラーぐらいの方がビジネスシーンですとかこういったきれいめなシャツには襟型としては相性がいいのかなと思っています。ただこういったカッタウェイ型のシャツというのもユニクロで展開するようになったというのはすごく嬉しいですし、通常のレギュラーカラーに比べるとはるかにこっちの方が僕は満足度が高いかなと感じています。あと一つ決定的にここだけは選択肢があった方が嬉しかったなという点がありまして、それが胸ポケットなんですね。まあ、正統派のシャツには胸ポケットがついていないことが多くてですね、僕もシャツを買う時ですとかオーダーする時には絶対に胸ポケットがないものを選ぶんですね。ただこれはですね選択はできなくて、ユニクロのシャツというのは必ず胸ポケットがついてしまうんですね。これは仕方がないことだと思うんですよ。やはりシャツを選ぶ方の中でもほとんどの方が胸ポケットありを選択されるんですね。この中にペンを入れたいですとかいろんなものを収納する方もいるので、胸ポケットがないとですねやはりシャツとしては売りづらいんですね。ですのでユニクロいろんな方が買い物する中でこういった胸ポケットっていうのは避けては通れない選択かなとは思うんですが、ここはですねぜひ胸ポケットがなしという選択が今後増えてくれたらめちゃくちゃ個人的には嬉しいかなと思っています。特にクールビズですとこれ1枚で着ることが多いので、胸ポケットがない方が見え方としてはすごくシャープで綺麗なのかなと思っています。この胸ポケットさえなければもっと完成度満足度が高いのになというところかなと感じています。それ以外に関しては非常に満足度は高かったかなと思います。まあ、この上にですね今度は実際にシャツを着て見え方を検証してみたいと思います。はい、ということで実際にですねシャツの上にネイビージャケットを着てみました。今コーディネートを解説するとネイビーのジャケットに白シャツ、そしてグレーのスラックスという、まあ、ジャケパンスタイルにおける一番の定番になるんですね。こういう場合に白のユニクロのシャツが入ってもですね、正直高級なシャツとそこまで見栄えの違いは出ないのかなと思っています。結構このジャケットを着た状態の見え方僕は気に入っていますね。先ほどカッタウェイ型のシャツというのが1枚で着るときにちょっと違和感があるのかなというお話をしたんですが、まあ、このようにジャケットを着てしまいますとすごく襟の収まりがいいんですね。カッタウェイ型の襟というのはここの開きが大きいので襟の先端がジャケットの襟のですねちょうど内側に入り込むんですね。ですので襟がしっかり固定できるんですよ。でも通常のレギュラーカラーですと意外と襟の収まりが良くなかったりするので、ジャケットを着た時のバランスってあんまり良くないんですね。その点カッタウェイ型の襟の方がジャケットとの相性は良いのかなというふうに感じています。
そして第一ボタンを開けた時の襟の広がりですとか、この空きの見え方というのもバランスがいいので、装填も非常に満足しています。あともう一つの懸念点だったシャツの胸ポケットも、上にジャケットを着てしまうと意外と見えなくなってしまうんですね。ですのでこうやってジャケットを合わせると、高いシャツとそんなに見栄えの違いはないのかなというふうに感じています。非常に満足度が高いですね。ぜひ皆さんもユニクロのビジネスシャツをですね、お試しいただきたいなと思っています。ユニクロのビジネスシャツには実はノンアイロンタイプもありますので、今後はそちらもレビューをしてみたいなと思っています。そちらは襟型の選択肢の中にセミワイドというものがあるんですね。セミワイドというのは、こういったカッタウェイに比べるともう少し襟の開きがですね、抑え気味のものになるんですね。レギュラーカラーとカッタウェイがあって、その中間ぐらいにセミワイドがありますので、割と使い勝手がいい襟型だと僕は思ってるんですね。特にネクタイを締めるときにはセミワイドが一番ハマりがいいと思ってますので、今後の動画でそちらの方もレビューをしてみたいなと思っています。いやー、もっと早くですね、ユニクロのビジネスシャツ僕自身も試してみたかったですし、皆さんにもしっかりとお勧めしたかったなと今後悔しているところです。ぜひ皆さんも3000円前後ですので、ユニクロのビジネスシャツぜひトライをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。